なんかお腹空いちゃったんだけど。お腹空いちゃった。なんか作ってよ。なんか作るわ。卵焼きで。卵焼きでな。卵焼きだよ、それ。卵あるから。卵あるな。え、絶対これ俺らが買った卵じゃないよ。買って返そう。作る。あれはなんだっけ、あの黄色い1ヶ月やってて。オムライスな。オムライス黄色い1ヶ月やってたやつで覚えてたんだ。オムライスやればいいじゃん。オムライス今作れんのかな、俺。あれから何ヶ月経った。あれからあれが5月とかか。6、7、8、9、10。あ、そっか、5ヶ月ぐらい経ってんだ。うん、半年ぐらいだね。できるもんな。今何にも覚えてないな。え、ちょっと楽しみだ。逆に言ったら作る。いいよ。俺あれあの頃のマックスの富知ってるから。確かに。人がそのなんかさ、やっぱさ、急激に上達した人ってさ、急激に下手くそになるって言うんだよ。あれだよね、テスト期間とかでさ、適当に覚えたやつってさ、終わった瞬間にさ、全ての記憶を失うじゃん。まあ頭殴られてもない。まあね、メインブラックのさ、人来たのかなみたいな。あの記憶消すやつ使われたんだなって思うくらい記憶消えるじゃん。俺だから検証したいもん。受験生に、うん、解き終わって1時間後に、うん、はい、もう一回同じ問題解いてください、うん、で、あれ絶対解けないからね。俺やったことあるんだよ、それ。え、YouTuber じゃん。いや、じゃあ日本史でやったんだけど、それやるって分かってると忘れないから意味ないんだ。だから急にやるやん。急にやんないと意味ないから、自分ではできない、それやらされないと。確かに。1日後ぐらいだったらちょっと気になるな。卵って何個だっけ。3とかだっけ。俺は4好き。4入れといて。4っていう数字好き。お前バスケ部だな、絶対。絶対バスケ部だからな。え、じゃあもう一個入れて。え、俺はここにいていいんだよね。もう一個入れて。ん、卵4が好き。いや、ないよ。あるだろ、ここに。目不穴なんかぶっ飛ばすぞ。こういう生活を送ってます。いや、動画外ではこういう生活。え、このさ、その国、これさ、大丈夫かな。この間のあの時に買ったやつだよね、このクリーム。そうだね。賞味期限大丈夫かな。見ないようにしよう。いや、見ようよ。え、切れてもいい。いや、切れたらダメ。もう大丈夫ですよ。卵もう一個入れる。5個にする。うん、いいよ。なんかさ、難易度上げてね。え、縦に割っていい。縦に割っていいけど、これもう当たらなっちゃった。一番腹立つ。一生上がらなかった。もうこれ最悪。卵縦に割ってる人見たことないでしょ。ん、縦に割ってる人見たことない。見たことない。俺やる。お前が人類初。ダンクすな。ゴミ箱に空ダンクすな。やばい。知恵の輪ぐらいかな。見て見て見て。いや、いいや。ホイップクリーム。あ、悪い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 。ホイップクリームをメンバーの焼き方してるわ。パーティー焼き一人も。ポテチみたいな。見たことないでしょ。ホイップクリームパーティー焼きしてる人。すげえ優しい。これ卵と同じ数だった、確か。ああ、そうなんだ。覚えてんね。あれ、今何入れた。覚えてねえや。え、やば。今3じゃない。ほんと。え、違う。ごめん、やめとこ。ちょ、この辺思いつかないよ、絶対。うーわ。絶対許せない。何が。いや、1ヶ月前のトミー見たら切れてる。1ヶ月前。え、ちょ、こんなでっかいの使えない。作れない、こんなでっかいの。じゃあ、減らすしかない。絶対多い。あの時こんなに重量なかったの。しかもなんかフライパンがちっちゃいやつだった気がするんだよね。そうだね。うん、あれどっか行ったんでしょ、もう。え、あれどっか行ったの。ちょっと混ぜてて、おじさん。そういうことあるから。どのフライパンか忘れちゃった。これでいいか、一旦。これでかいな。いける？はい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 。その動き好きでしょ。これね、気持ちいい。作るぜって感じでやってるでしょ、うん、こんなでっかいの作ったことねえよ。だからそんな使わなきゃいいじゃん。ん、一旦。でもこのフライパンもでけえからさ、使おう。あ、そういうことか。せっかくなら使おうぜ。5ヶ月前のトミーが今どういう解説をしてるかね。もう違いますね。もう分量違いますねって。なんて言ってんだろう。え、何火だっけ、何火でやってたっけな。なんとか火だよ。怒ってる。なんかね、なんかあったよね。なんだっけな、なんか。いや、なんか強火とかにして弱火にすんじゃなかった。一回、いや、なんかどっかで、なんかしてたよね。
なんかね、絶対フライ返しは言うの。いや、トミーが覚えてないもの、100俺覚えてないでしょ、だって。確かにね。奇跡的に何個か覚えてる可能性あるぐらい。いや、忘れちゃうもんなんだね。ね。違う、その生活のためじゃないじゃん、覚えた理由が。毎日作るからじゃないじゃん。で、その、本当にテストと一緒だったんだろうね。確かに。え、感覚的にはさ、あの時が100覚えてたとしたら今どんぐらい覚えてる？いやでもなんか覚えてるつもりではあるんだけどな。うんうん。じゃあいけんの？だからもうふざけすぎて量がおかしい。おいー、多すぎだな量。残ってます。こうこうやって回すよ。え、やってみる？やってみよう。で、こうこう回すのは覚えてる。おいしそうよ。で、ここでなんだっけな、これでどんくらいか忘れたんだけど、ダマになってきたら、はい、どっち側からひっくり返したか忘れた。え、でも2分の1だ。手前がこうかな。はい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 。まだだ、まだちょっとまだだと思う。うんうんうん。はい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 。チャーハンの焦げが入ってるの大丈夫か。どういう、これでなんかこう剥がしながらこれを向こう側にこうペッてやる。はいはいはい。ここは割れちゃっても大丈夫。へえ。あ、チーズ入れてなかった？チーズ入れてた。やばいやばい、時間がやばい。これ粉チーズ、いいや、粉チーズ振ります。あとなんか入れてたな。うわ。それではいきますね。ああ、そうか、それで全然違くなるんだ。あ、いいんじゃない？で、ここはいいんだよ。ここはいいんだよ、こっから先か。うん、ここは一旦大丈夫。今、おふざけってことね。今は、あのえ、そんなのなんかひっくり返せんのかな。それはもう一理ある。まあでも、そこあれだからな、かましてきたのがトミーだからな。そう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 。どっちの意味でもあるな、それは。うん、何かしら起きる条件は整ってるわ。ちょっと固めにしますわ。そうね。うん、危ないからね。美味しさというよりは、うん、やっぱ美味しくはなんか絶対。はいはいはい。物がうめえしな、うん、まず。まずいも入れてるんだよ。かなり大きいよ、それね。いけんのかな。いや、なんか破裂しそうじゃない、回転したらバーンってなりそうじゃない。え、怖っ、怖いよ。もうちょい、もうちょい待った方がいいんじゃない。もうちょい待つ。だって固くしとかないと、だって危ないでしょ。最悪、マジでヤバいからになったら、うん、途中で切って食ってるシーンからしよう。あ、オッケー。あの、重くて持ってられないっていう手が置いてたもんね。今ね、小休憩してどう。ちょっと行ってみるか、とりあえず。よし、これ今、半分ぐらいあるからさ。そうだ、真上に飛ばしてギリだよね。そう、超真上でギリだよね、はい、行こう。お、調整に入っております。裏ちょっと焦げております、もはや。確かに。うん、同じことをやってしまった。今俺、オムライスというか、オムライス避けた人みたいになってキャッチした人みたい。やばいね。あ、まあまあまあ、まあ、まだまだ立て直せるぞ。半回転、半回転した、半回転した。もう一回、こっち側に持ってって一回これでちょっと、うん、温めよう。美味しそうな焦げ目がついてますね。パンケーキみたいですね。はいはい、いい匂いもします。全然動かなかった。重くて飛ばない。だってもう動き全部スローになってたもん。くるよ。おお、いいんじゃない。ちょっとギリギリですけどね。はいはい、ちょっと茶色いですけど、ちょっと一旦これでいきますか。味どうなんだろうね。ここで食いますか。うん、おお、ちょっとはみ出てるけど。でかすぎた。切ってみる？切ってみよう。
美味しそうじゃない？え？めちゃくちゃ美味しそうじゃない？美味しそう美味しそう。しかもちゃんとチーズ入ってますからね、これ。え、結構ふわとろなんだよ。どうぞ。じゃあ、バックかな。これにケチャップをかけて、はい、お、美味しそうじゃない？はいはい完成しました。イエーイ、美味しそう。昼飯ちょっと食ってみよう。懐かしいな。でももう懐かしいね。もう何これ。熱くね。熱いんですよ。いただきます。お、おいしい。おいしい。ほんとにふわとろだね。ふわとろ言えるようになったんだよ。ふわとろ毎回言ってんのか、うん、とろふわです。そっちじゃん。うまっ。おいしい。マジでこれ大丈夫だね。うん、だから見た目はやっぱ、うん、あのごはんがうまいけど、考えてみたらまずいもん入ってないから。あと、この、なんだっけ、なんだっけ、こいつ生クリーム。生クリームめっちゃいいよね。うめえかな。味にめっちゃ薬もん、ね、うん。考えてみたら、食ってる卵の量、えぐくね。まあ、すごい卵の量だろうね。うん。ということで、できました、はい、できますね。できました。お昼ご飯でした。ありがとうございました。美味しかった。うまっ。赤と青じゃない。まあ、どっちもくすんでるけど、ね、ちょっとなんかこう、渋めの赤と渋いっすね。じゃあ、いきましょう。はいどうも、水溜りボンドです。お願いしますね。毎日は頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。カンタです。のみです。お願いします。お願いします。ということで、はい、もう何回目かわからないトークのコーナー。はい、ありがとうございます。楽しいですね。楽しいですね。毎回前回何の話したか覚えてますか？前回苗字の話しました。苗字の話、名前です。今回は、今回は何の話かな、うん、でも年齢の話とかもよくするもんね、うん、年齢の話もしてますね。他、うん、年齢、性別。ああ、性別の話していってください。じゃあ来世男か女か。ああ、来世男がいいのか女がいいのか、はい、対決。